く人の思いを応援する虹の架け橋、シャトルレインボー始まるよ。皆さんこんにちは、今週もキャトルレインボー始まりました。この番組は輝く人の思いを応援する虹の架け橋になりたいと、4人のパーソナリティが、交代で務めております。今日今週はですね、私ナコが、お届けしています。最後まで、お付き合いください。はい、まずですね、始まる前にですね、このスタジオ内のですね、説明をちょっとしていきます。このスタジオはですね、検温だったり手洗いだったりね、そういうのは徹底してますけども、このスタジオ内はですね、もうトレイルフレッシュというものをですね置いて、ウイルス対策などを行って、今オンエアをしています。はい、で今日もね、いつもね、オーガニックビューティーライフというテーマでですね、皆さんにシリーズでお届けしていまして、今日もね、隣にね、いつも愛子ちゃん来てもらってますけれども、まず、簡単にですね、私の方からですね、自己紹介をしていきたいと思います。まあ、その前にですね、今日本当に天気がね、よくってですね、ね、本当に今日、昨日もね、そうでしたけど、一気になんか初夏になった感じがしますね。で、やっぱり皆さんね、こう天気がいい日、外にね出たいなって思われる方、まあ、ちょっと今ね、なかなか外にね思いっきり出るっていうことは難しいかもしれないですけども、まあ、外に出られる時って皆さんね、日焼け止めとかね、多分塗られる方多いと思うんですけども、まあね、こういう天気のいい日はね、部屋の中で過ごしててもやっぱりね、紫外線っていうのはすごく気に直した方がいいと思うので、お部屋にいる時もね、日焼け止めとか塗られるとね、お肌のケア、今日はね、テーマがスキンケアなので、そういうことも含めて後でねお話ししたいなと思っています。はい、では自己紹介の方させていただきます。改めまして、芹川奈子と申します。会社員をしながらですね、ビオーラ学生プロデューサーとして、撮影会の企画とか運営などもしています。私自身ですね、撮影モデルもしながらですけれども、まあ、皆さんお一人お一人ね、内側に、美って美しさってそれぞれだと思うんですよ。私は同じものはないと思っていて、なのでその人が持っているその内側にある魅力をですね、引き出してですね、その魅力をじゃあどうやって見せたらその方が輝けるかっていうね、その見せ方だったりとか、まあ、その方に似合うお洋服とか、そういうものをコンサル、ファッションコーディネートとかをさせていただいています。まあ、これからですね、私ももう少し活動の場を広げていってですね、より皆さんにですね、素敵なコーディネートだったりとか、まあ、撮影する機会だったりとか、そういうものをですね増やしていきたいなと思っていますので、ご興味あれば、よろしかったらインスタとかね、フェイスブックとかでつながっていただければなと思っています。はい、でですね、今日もね、今も先ほども言いましたけども、オーガニックライフ専門家の佐野愛子ちゃんに来てもらっています。でまずですね、愛子ちゃんの方から簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、ありがとうございます。オーガニックライフ専門家の愛子です。私はですね、オーガニックというと、まあ、無添加とか有機のものって思い浮かべる方多いかもしれないんですが、私自身のオーガニックライフの定義はですね、オーガニックって本質的なという直訳すると意味ですので、こう本質的な生活、自分に正直に、かつ私たち女性なので女性を楽しみながらというところを、オーガニックライフとしてですね、それをサポートする製品の、作り手さんと、消費者の皆様をつなげるということを行っております。はい、で、インスタではですね、素晴らしい製品を販売されたり作られたりしている方の、
とインスタライブをしながらその製品のストーリーを皆さんにお伝えしたりですとか、また日々投稿もしておりますので、よかったらご覧になってください。でこちら公式 LINE なこさんが作ってくれたんですけれどもちょっと手作り感満載ですけどね、はい、はい、ちょっと読み上げた方が分かりやすいかもしれないですねはい、はい、こちらにもぜひ登録をしていただいて、うん、そうするとですね、ちょっとお得な情報ですとか、うん、インスタライブの情報ですとか配信させていただきますので、ぜひこちらにも登録ください。はい、これはアットマーク以降が0数字で0 85でアルファベット小文字9ですね。これね、 QSYKM、 もう一回言いますね、数字085、はい、アルファベットで小文字 QSYKM、 M ですね。はい、はい、こちらですねご登録いただくとちょっとお得な情報とかが、はい、届きますので、ぜひ登録してみてください。そうですね、こちらまず登録された方にはですね、うん、いつもインスタライブを行っている、うん、最近すごいですね、美容セボンとか、いろいろ美容セボンさんとかね、いろんなところで販売されることが増えている、クッキーですとか、うん、ヨーロッパのオーガニック食品を販売されているオアシス株式会社さんのオーガニックの畑という EC サイトで使えるクーポンをお配りしておりますので、うん、はい、ぜひご覧になってみてください。はい、私も愛用してましてこの間クッキーをね食べきりました。クッキー、はい、すごく本当美味しくって、ソルティね、はいで今今週締め切りですね、うん、来月、自分で、うん、自分が好きな自分になるためのチャレンジをしようという企画、うん、自分で目標をね決めてチャレンジするプロテインチャレンジ企画という、はい、グラスフェットホエの、プロテインをですね、オアシスさんが半額、ほぼ半額で販売してくださって、うん、はい、チャレンジ参加者にはですね、はい、その参加者今週、金曜日までかな、うん、はい、募集しておりますので、よかったらインスタの DM とかくださればまた詳しくお話しさせていただきます、うん、インスタライブのアーカイブにも、うん、詳しい情報、ね、はい、載っているのでご覧ください、うん、ぜひ愛子ちゃんのねインスタの方もオーガニックで知ってたら多分、アルファベットオーガニックって入れたら多分ね、愛子ちゃんこの顔の写真がアイコンでちょっと洋服は違いますけどね、そうですね、この愛子ちゃんの顔が出てくると思うので、はい、なこさんプロデュースで撮ってくれた写真で貼っております。はい、プロデュースさせてもらいました、はい、ね、アイコン出てきますので、ぜひ見てください。私もね、そのプロテインチャレンジっていうのはね、愛子ちゃんと一緒にやっていきます。はい、はい、なのでね、1ヶ月間ちょっとまだね、どんな目標設定するかちょっとまだね検討中ですけども、うん、本当にちっちゃなことでもいいんですよね、うん、そう、自分のできることの中で自分がこうしようって思うことを、自分の中で決めて、やるっていうのがね、そうですね、なかなか機会が、ね、うん、ないと毎日の忙しさに、うん、追われてしまって、はい、はい、ぜひ自分のアップデートを夏に向けて、どんなちっちゃいことでもいいので、はい、そうね、なんかできる機会に、あこちゃん確かなんか決めてたよねそうです ね、私はちょっとね、やっぱりこうなんかね、自分に集中することってなかなか難しいので、うん、ちょっと自分を大切にするために、うん、食習慣、食べ方とかをね、少し改めてちょっとプロテインドリンクを1日1本入れることによって整えて、うん、はい、脂肪を1キロ減らしたいですね、うん、なんかちゃんとボディメイクにつながるような少し減量を、うん、はい、に向き合う期間にできたらいいなって思います。いいですね、楽しみ。なこさんがどんな目標にするか私ね、どうしようかな、ちょっとまた決まったらね、そう、決まったらね、うん、連絡します、はい、ちょっとね、大きなことは多分ね、私も、できることからと思ってるのでね、うんうん、ちっちゃなことでやっていこうかなと思ってるのでね、1ヶ月間、とにかくね、楽しむっていうことをね、やっぱり心がけてやっていこうかなと思いますね。そうですね、うん、みんなでこうチャレンジね、うん、はい、うん、で昨日よりもちょっといい今日の自分を目指すっていう、うん、本当に皆さん自分に集中してもらって、うんうんうん、自分のためになんかやってもらえる機会にできたらいいなと思います。
ね、本当ですね、はい、今の言葉すごい素敵だな。はい、ね、で今日は、うんうん、そうなんですよ。そしてですね、今日は、まあ、オーガニックビューティーライフ、うん、テーマはですね、スキンケアについてね、はい、お話を、したいなと思っています、はい、で実はですね、私も愛子ちゃんもですね、同じあの化粧品、まあ、この間このお部屋中にね、同じ食べ物をパンを食べてるっていうあのお話もしましたけども、はい、スキンケアも一緒なんですね、はい、私と愛子ちゃん、はい、でね、まあ、結構皆さんね、よく聞くのがね、時間がないってね、よくね、言いますよね、うん、時間ありますか、はい、愛子ちゃん、スキンケア ね、 時間ね、今はそうですね、うん、まだ少しこう意識をすればモテるようになりましたけれども、うんうん、例えばあの赤ちゃんがいた時は、うんうん、本当にもうパンツを履く暇すらないぐらいでした。はい、そうですね、やっぱちっちゃいね、お子さんとかね、まだ本当にね、赤ちゃんとかだとやっぱり自分にかける時間ってなかなかよく聞きますよね、特に冬だとね、本当にもう自分すっぱだかで、そうそうそう、赤ちゃんをとにかく拭いてあげて、そう、風邪ひかないようにっていうので、そうそう、よく聞きます、聞きます、はい、でね、私はあの、まあ、仕事とかもね、うん、あの普通に会社員やってるのでね、やっぱその仕事が忙しくて、まあ、プラス自分の好きなことの仕事もやってるので、ね、まあ、とにかく、まあ、子育てで時間がない、まあ、仕事が忙しくて時間がない、だから、まあ、スキンケアにかけてる、自分にかけてる時間がないっていう、あの声ってすごく聞くんですよね、まあ、朝はもう本当に忙しい、うん、バタバタみんなしてると思いますし、うんうん、あと夜はね、うん、こう目いっぱいまでやって、うん、でこうもうこんな時間だって言ってお風呂に入ってもうくたくたで最後ねスキンケアするのもやっと本当大変ですよね本当に、うん、昔はね、私あのもう多分力尽きてスキンケアせずにそのまま力尽きてることが多かったんですよ。花子さんそうだったんですか。そう、本当にそう、もうやっぱりもう一日がねもうお風呂に入って、うん、もうそこで力尽きちゃって、ひどい時はね、ソファーでね、気がついたら。メイクも落とさず寝る人が、うんうん、結構ね、いっぱいいるぐらいですもんね、うん、そうなんですよ、うん、で結構時間がないから便利なものってあるじゃないですか、オールインワンね、うんうん、ありますよね。だからオールインワンっていうのがね、すごくやっぱりその忙しい方には本当に持ってこいというか、ね、はい、もうこれだけつけておけば全部 OK みたいなね、うん、そういうものありますよね。で、はい、結構ねそういうの見かけるんですよね、まあ私も使ってました。使ってました。うん、そう、なんかそれがね悪いとかではないんですけど、とにかく、うん、もうなんかそのまんまよりはやっぱりちゃんとつけた方がいいので、まあその時のできることっていうので、うんうん、やっぱりオールインワンっていうのはつけてた時期はありましたね。うん、いや私もなんかすごく流行ってたというか、周りにね、うん、オールインワンを使ってる人も多かったのと、はい、やっぱりそのオールインワンをすごくね、ネットとかですごく見かけることが多かったので、うんうん、はい、まあ、こんなになんか楽だったらすごくいいじゃんって思って、ね、まあ、使ってた時があったんですけども、うん、はい、まあそもそもでもなんかスキンケアってね、こうただなんかやらなきゃいけないこと、うん、ってね、うん、やっぱり思った時があったんですよ。そうなんですよね、うんうん、やっぱオールインワンだと、まあ、とにかくこなすことになってるんですよね。そうなんです、なんか、はい、何がいいかって言うと、ただつけないよりはつけた方がいいっていう、ただなんか本当にこうつけなきゃみたいな、そういう感じでね、やっていたのかなって思うんですけども、うん、まあ、私もね、愛子ちゃんも今言ったみたいな同じものを今ね使っているんですけども、うん、はい、それがね、ピュールボーテっていうね、はい、化粧品なんですけども、ドクターズコスメの位置づけで、うん、そうですね、はい、私だから珍しいんですよ、うん、まあ、オーガニックなので、うん、確かにそうですね、結構、はい、オーガニックコスメとかがやっぱり好きなんです、うん、好きなんですが、うんうん、このね唯一このドクターズコスメで、はい、自分が本当にハマって自腹で買い揃えてるものになりますね、うんうんうん、そうなんです。私もねこのピュールボーテに出会って、だから今まで使ってたねやっぱり化粧品と比べるとね、はい、やっぱりこの使い続けていくと、うんうん、そのなんか肌のやっぱりもちもち感というとかしっとり感とかね、やっぱり違ってくるのがね、うん、目に見えて、そう、わかるのと、はい、
私の場合はね、本当にね、私すっごく肝斑が気になってたんです、うんうん、昔ね、はい、で写真とか、まあ、撮ったりとかするときにやっぱりその自分の肝斑とかがすごく目立って、はい、撮られるっていうことが、まあ、そもそも嫌だったんですよね、はい、そういうのもあって、うんうん、でもこのピューレポーテをね使い続けて、うんうん、だんだん薄くなったんです。本当にこれピューレポーテ、うんうん、まあ、本当の良さは後ほど詳しくね、うん、2人で話したいと思うんですが、うん、このピューレポーテ自体本当に素晴らしい、その成分として素晴らしくて、うんうん、こう細胞にアプローチをするんですよね。そうなんですよね。だからこれでシミ取りも、まこさん本当に、うん、レーザーで取れなかった、まあ、肝斑が本当にこのピュールボーテのシミ取りで、はいはい、改善すごくもう目立たなくなっているという。そうなんですよ、本当にびっくりなんですけど、はい、も私もこれでシミ取りを、うん、はい、このクリームでシミ取りができるっていうのが、うん、はい、ピュールボーテを使い始めたきっかけでもありました。いや実際ね、愛子ちゃんも肌とか全然ね変わりましたし、変わった、ね、今ちょっとまたこれどんどん湧き上がらせてくれるから、うん、またちょっと表面をね取りたいなとは思ってるんですけど、うん、本当に細胞からこうね、食べてなんかオートファジーで、うん、このね細胞をこうなんかね古いものを食べてくれる、うん、で新しい、うん、そうそう、うんうん、で最初まあ赤ちゃんと綺麗な細胞が、うん、まあいろんな要素でだんだんこう歪んでいくわけじゃないですか、うん、それをまた綺麗な状態にしてくれるから、うん、まあもちろん肌が引き締まる、うん、プラス小顔効果も、その細胞のところが綺麗になることによってキュッと引き上がる、うん、そうなんですよ、小顔効果とかもあるんですよね。そう、それを聞いてね、うん、すごいびっくりしましたね。またなんかちょっと機会を作ってビフォーアフターの写真とかもお見せできたらいいと思うんですが、インスタとかには ね、はい、上げてたりとかね、うんうん、するんですけどね、この、はい、泡洗顔とかのね、はい、泡洗顔してるところのね写真とかぜひね見てもらいたいんですけど、ちょうどねそれはなんか古い細胞をこう食べてくれてるって、ね、食べてパチパチね、そうそうパチパチなんかこう乗せてると、泡を乗せるタイプで、そう、そうなんですよ、はい、なんかこうプチ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 って言ってる感ありますよね、はい、そう、あ食べてくれてるんだと古いねものを食べてくれてると思って、はい、うん、そういう時間もね楽しかったりとかするんですけどもね、はい、まあ、とにかくねこのねピューレポーテってねアイテム数がちょっとね多いんですよね、はい、うん、これはね今愛子ちゃん日焼け止めですけど、日焼け止め、私もね、はい、ちょっと今日ね全部やっぱり多いので持ってこなかったんですけど、まあ、これがね洗、クレンジングで、これが、洗顔なんですよね。全部揃えようとすると、まあ、これね番号があるんですけど、日焼け止めなんて20で、まあ、例えばクレンジングが1番で、うん、こう順番通りに使うタイプになってるんですが、うん、まあ、本当にこう日焼け止め20ですから真面目にやろうとするとそのぐらいアイテムがある。そうそうそうなんですよ、私たちが普段やってるのでも10ぐらいありますもんね。ありますあります。私は1順番で言うと 1、2、3、10、5、6、7、8、9ぐらいやって、あと10ぐらいやってる、1、2、3、10近くですね、10近く本当に毎日、ね、毎日やってるんで、朝晩でそうそう、本当にそうですね、そうなんですよ、うん、でつけるんですよ、つけるんですよ、ね、そうで、それで、うん、こうなんかつけてやっぱり、ね、少し置くんですよ、置くっていうかちょっとこう優しくね浸透させるっていうか、こうちょっと触れてあげるっていうかね、うん、その時のお肌の状態だったりとかにもよるんですけどもね、で今私が使ってる1からまあ10ぐらいの中で、うん、まあ、状況によってやらない番号もあるんですけど、ちょっとこう今日はお肌の調子がちょっと乾燥してるなとか、うんうん、今日はちょっとなんかね吹きたものとか出てる、くすんでるなとか思ったら、まあ、やるみたいなね、うん、その時のあれでやるんですけども、はい、まあ、とにかくねアイテム数は多いイコール、うん、まあ、時間がかかるんじゃないかって、で今話したいみたいにね、その時間がないって言ってる人に、うん、そう仕事で子育てで時間がないって言ってる人に、これねすごいアイテム数多くて時間かかるんですでもできないですよねっていう人って、うん、いるとは思うんですけども、まあ、オールインワンと本当に真逆ですからね。そうそう、はい、でも
私たちもねそのオールインワンを使ってきて今こういうね、うん、あのたくさんアイテム数があるものを使ってますけど、うん、じゃあなんで使ってるか、なんでじゃあこれがいいと思ってるか、うん、そこなんですけども、はい、やっぱりねとにかくこの時間がかかるですけど、その時間の中でこうその時間ってすごく自分のことをね、うん、はい、やっぱりこう大切にできている時間なのかなと思っているんですよ、はい、うん、そうですね。で1日、まあ、24時間ある中で、まあ、忙しい、うん、だからオールインワン使う、そうするとやっぱり1日がとにかく何か忙しいで終わってしまうんですよね、うん、はい、自分にかける時間もなくて、うん、でも5分でも10分でもこの使うことによってね、はい、その時間だけはやっぱり自分にかけてあげる、自分を大切にしてあげてる時間じゃないですか、うん、はい、でそれがあるだけでやっぱりこの1日が自分らしく好きな自分でいれる、うん、もうそれがねやっぱりすごく私たちがおすすめしている理由、まあ、オーガニックビューティーライフっていうね、うん、そこに結びつくんですけども、うん、やっぱりこう自分らしく自分の好きな自分でいれるっていうのがね、やっぱり私たちがすごく大事にしているところなので、うん、5分でも10分でもかける時間で1日がすごく変わるんであれば、うん、全然忙しくてこう時間かけれなくって毎日をパタ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 過ごす時間と、じゃあどっちがいいかって思った時に、うん、はい、私たちはやっぱりそういう時間を少しでもとって、うん、毎日がね自分らしく好きなね自分に入れる方がいいなと思って、うん、使っているわけなんですけども、うん、やっぱりここにかけてる時間って全然気持ちが違いますよね、愛子ちゃんね。そうですね、うんうんうん、やっぱりこう自分をいたわってあげる、うん、まあ、全部ねこうハンドプッシュしながら、うん、はい、その時の肌の様子とかもわかるんですが、うん、まあ、同時にこう心にも向き合う時間になりますよね、うんうんうん、なんかその自分がねこうやって大切にしてあげてるとお肌ってねすごく答えてくれるんですよ。それにあれと同じですよね、こう赤ちゃんも可愛いね、うん、可愛いねって言うと、うん、やっぱり赤ちゃんこうねニコニコして可愛い子に育っていくじゃないですか、うん、だけれどもずっとこうね何もねこんな赤ちゃんになるなんかあんたは不細工だみたいなねとか言われながらずっと放っておかれてたら、その赤ちゃんやっぱり笑顔になれないと思うんですよね、うんうん、本当にそれと同じで、こう手をかけてあげる、うん、しっかりこうね声をかける対話というか、まあ、心の対話ですよね、うん、はい、肌との対話イコール、まあ、心のとの対話だと思うんですが、こう自分に集中して手をかけてあげる、いたわってあげる、そうするとやっぱ肌答えてくれますね。いや本当に答えてくれますね、うん、だから思えば思うほどやっぱりこれ本当に皆さんやってみてもらいたいんですけど、はい、やっぱりそのかけた分だけやっぱり答えてくれる、うん、お肌がやっぱりこう綺麗になる、うん、でね、お肌が綺麗になると人間ってね、まあ、人間っていうか女性ってね、やっぱりそれだけで自信になるんですよね。で、やっぱり自信になってお肌が綺麗になると自分をね、うん、鏡で見た時に嬉しいとかね、うん、そうですね、ワクワクとかね、なんかそういう自分になるじゃないですか、うんうん、だからその内面もすごく変わっていくし、うん、その内面が変わることでこう内面から出るねオーラですね、はい、出てくるオーラも変わっていく、うん、それがやっぱりこのその人に作り上げるというかね、雰囲気だったりとか表情も変わってくるし、うん、それがだからその人の魅力に変わっていくと思うんですよ、うんうん、だからやっぱりその自分どれだけ自分のことを大切にできているかって、そういう時間を取っているか、うん、そういうことができている人ほど私は本当にすごくね魅力的な人が多いなって、やっぱり忙しいじゃないですかそういう方とかも、うんうん、でもその中でやっぱりいかに自分の大切にする時間を作るか、それが結局ね自分をこう綺麗でいて入れる、うんうん、で自分らしく入れる、はい、そういう秘訣なのかなって私はすごく思っていて、はい、
まあ愛子ちゃんもね同じだと思うんですけども、うん、だからあの朝とかね夜とかねやっぱり今のアイテムス考えただけで大変って思うかもしれないですけども、うん、意外とねこれって、うん、皆さん歯磨きもするしご飯だって食べるじゃないですか、うん、まあ普通にやってることですよね、はい、でこのスキンケアというのもやらなきゃじゃなくてもう習慣化なんか普通のこう自分の過ごす日常の中の一つとして考えられるようになってくるので、はい、朝も夜もなんか普通にやってるんですよね、うん、自分でね。そうですね。そう、はい、でこうやってちょっとでも肌に触れてあげて今日の肌どうかなとかね触れることによってお肌の調子も分かりますよね、はい、でそしたらそこから自分は今日はね、ちょっとこう疲れてるんじゃないかなとかね、うんうん、それでじゃあちょっと睡眠多く取ろうかなとか、うん、こう食べるものじゃあこう気をつけようかなっていう、はい、そこにも結びついてくるので、うんまあ、結果ねトータル的にやっぱりどんどん体も健康にね、うんうん、美しくねなっていくっていうね、はいまあ、全部つながってますからね、うん、繋がってます。肌って、まあ、内臓の鏡なんてよく言われますけど、うんまあ、だからもちろんこう食べるものも大切で、うんでプラスこう手をかけてあげる、うんまあ、そうするとこうまず肌がね綺麗になるとやっぱり嬉しくなって、うん、でそれでまたじゃあ食べるものもやっぱり気をつけようこの好循環が生まれますよね、うんうん、だからなんかあの、まあ、ピュールボーテをその、ね、たくさんこう塗るってまあ眠い時とか本当に半分寝ながらやったりもするんですけれどもわかるでもなんかその先にはやっぱちゃんとやればこうなれるっていうのがやっぱり分かるとですね、うん、あのやるんですよねいや本当にそうですよね、うん、なんかね今日私たちのねこうビフォーアフターとかをね、はい、ちょっと ねお店でしたかったんですけどちょっとね、うんうん、あの今日準備がねまたそのまたねこういう会をね、うん、設けてね、はい、あのやりたいなと思うんですけど、うん、とにかく私も愛子ちゃんとはもう1年ぐらいの付き合いですけども、はい、一番初めに会った時の愛子ちゃんって今はもう全然、はい、全然っていうかなんだろうなお肌も変わったっていうのもあるんですけどこうね雰囲気が、うんうん、とにかくやっぱり一番大きく変わったなって思うんですよね、はい、それっていうのは今言ったみたいに、まあ、お肌が変わったことによってのその意識が変わったというかね、うんうん、なんかそういう出てくる出すものが変わったというか、はいうん、全部つながってますからねそうそうそう、うんうん、だからねあのこれねこのねピュールボーテのねコンセプトってねこうなんかね名前が人生が変わる化粧品って言うんですよね、うんうんうん、で本当に私あの人生が変わる撮影会ってやってますけど同じじゃないですか本当同じそうなんですよ、うん、私の、ね、撮影会はねこう人生が変わる撮影会っていう名前でねあのやっていて本当にその人の人生がこう変わるようなこうなんかこうね今までとは違う新しい自分をこう見てもらいたいって思いでやってるんですけど、うん、これもまあ同じですよね人生が変わる化粧品これによってですねあの本当にお肌が変わるお肌が変わるとやっぱり自分に自信が持てるようになってそこからこう内面から出るものも変わり外見も変わるそこでまたさらに綺麗になりたいという気持ちがですね出てきてもっともっとってねどんどんこうね、うん、すごい楽しいですよね、いい循環がそう、まあ、なんか来るんですよね、うん、だからうん、うんやっぱりこう20代とか、うんまあ、学生の時とか独身の頃は、うんうん、もう自分のこと 100% に注げてたけれども、うん、やっぱりこうね30歳を超えたり、うんうん、なんか女性ってやっぱライフステージが変わると、うん、どうしてもこうね人のことばかりになっちゃって自分のことが最後になっちゃうんですよね、うん、けどこうだからこう毎日ねなんか、うん、例えばとか毎日必ず自分のために、うん、あのランチはなんかあのコースを食べに行くとかは、うん、難しいけれども、うんうん、でも必ずやること、うん、スキンケアって必ずやることじゃないですか、うん、この必ずやることでをなんかこう毎日ちょっとでも丁寧にするようにすると本当に生活の質が変わりますよね変わる、うん、この生活の質って本当にそうですね、うん、変わるだからこう特別なことはできないからこそ、うんうん、あの日常の一つ一つを丁寧にやることっていうのが本当に大切だなって思いますよねいや本当にそうですね、うんうん
やっぱり、まあ、今特にね私も在宅が多くなってきて、はい、まあ、家にいる時間もね多くなってきている、はい、うん、だからいっかって思う人と、はい、いやだからこそそのちょっと自分にかける時間を ね作ろうっていう、うん、そこがすごく私、いやもうこれは本当に大きく変わると思うんですよ。すごい、多分この心がけがあるかないかでものすごいギャップが出ると思うし、年がを重ねるほどに広がっていくと思いますね。そうなんですよ、本当にそうなんです、うん、だから若いからいいやって、でもそのそれでなっていくと、例えば15年後10年後見た時、はい、全然やっぱり変わりますよね。やっぱこう生活を丁寧に、うん、スキンケアだけじゃなくって、うん、まあ、スキンケアは一つの切り口だと思うんですよね、うん、そうそこからまあちょっといろんなことを少しでもできる限りでこう丁寧にやる心がけがあるかないかって、うん、それこそオーラに出ますもんね。出てくるんですよ、ガサツかどうかみたいな、雑かどうかみたいなって本当に出ますよね。怖いぐらいに出るよね、うん、あのだからその毎日一応こう丁寧に生活している人と私もね、あのついついやっぱりね家にいるとさ、はい、誰か見てるっていうわけでもないから、うん、はい、いっかって思っちゃう自分ももちろんあるんですよ、いるんですよね。わかります、それはそうです。そうなんか誰にも会わない時はもうお化粧する時間は今日は省くって決めたりはします、うんね、うん、だけどまあ本当にでもなんかねいいやって思った時、思って毎日を過ごした時と、やっぱりあのちょっとでもちゃんとねあの意識しようと思った時の、うん、このね自分の見え方というか、例えば鏡でこうパッて見た時とかね、ふっといた時のやっぱりね全然自分が違うなと思ったりとか、うん、まあ、この少しでも意識するっていうことが、例えば私はお洋服のね、うんうん、あの外見っていうことでもやっているんですけどね、はい、うんうん、あの家にいるからジャージでいいやって思ったら、うんうん、もうそういうジャージにいる自分になっちゃうんですよ。本当にこれなるんですよはい、そうそう、うんうん、だけど家にいるけどでも外にいるのと同じようにやっぱりこうちゃんと自分でね、うんうん、あの意識していようと思って洋服を着ると全然過ごし方まで違ってくるし、見え方が全然違うんですよね、うん、だそこの差ってすごく、それがね毎日こう、うん、繰り返しされていくと、はい、いやもう本当に1ヶ月後とか怖いな自分って思う時があります、うん、なんか選択でいいと思うんですけれどもね、うんうんうん、まあ、例えばじゃあ今日はお化粧はしない、うん、その代わりにその時間掃除をすることに、うん、あの使おうとか、うん、あの植物にお水をあげようとか、うんうん、かそこは選択でいいと思うんですけれども、ね、うんうん、なんかやっぱこう心がけですよね。そう心がけ何か、いやだから本当にね家にいるとダラダラしようとどうでもいいやって思ったらどうでも全部できちゃうんですよ、はい、そこは怖いところが、はい、自分の意識次第でもう本当にダラダラいくらでもダラダラできるじゃないですか私は逆にあのジャージを着て、うんうん、いつでも運動できるようにしたりしますけどね、うん、それはでもいいじゃないですか、運動しようっていう心がけがねやっぱり、うんうんうん、でもジャージ着てなんかこう食べるのも適当にこう食べたい食べないって髪もポサポサスキンケアもまあそんな人わかんない、まあいるかもしれないね、テレビずっと見てなんかこうな今日何かしたかなっていうね、なんかそういう過ごし方もしようと思ったらできるじゃないですか、はい、まあ、たまにはそれこそ、ね、そうそうめちゃめちゃ贅沢になると思いますけどね。そうそうそう逆に、うん、そう、でもそれが毎日続くと、ね、はい、多分ねそういう自分になっちゃいます。そういう、本当にその心の持ちようとしてそうなっちゃいますよね。そうなんですよ、うん、だからそうですね、ね、愛子ちゃんが今みたいにジャージだけどもでもいつでも運動できるようにって思っている、うん、そういう心がけはすごくいいなと思うし、うん、私はやっぱり洋服のね、まあ、お仕事とかをしているから、うん、やっぱりその洋服っていうところではなるべく意識をしようと思っているので、うんうん、はい、まあ、家にいても、うん、まあ、ジャージ着る時ももちろんありますよ、だけど、うん、なるべく外に出れるような感じで過ごしたいなっていう、うん、はい、その気持ちはやっぱり持っているし、そういうねちょっと意識することでやっぱり一日の過ごし方がやっぱり変わってくるし、うんうん、はい、自分らしく、まあ、自分の好きなね、うんうん、なんか素敵なね一日がそれだけで過ごせると思ったら、はい、
なんかこのスキンケアだって5分10分っていうのがすごく全然、うん、そうですね、長く感じないというか、そういうなんかこう自分の魅力を、うん、まあその一番いい状態にするっていう心がけを持った毎日を過ごそうとした時に、うんうん、まあ、毎日必ずやることでその気持ちのベースが作れるといいと思うので、うん、まあ、そう考えるとこのスキンケアっていうのはやはりすごくその大切にする習慣として一つとてもいい手段ですよね、うん、まあ、忙しくても歯を磨かない人はいないと思いますし、うんうん、お風呂に入らない人はいないと思いますし、うん、スキンケアはそういう位置づけですよね、うん、そうですね、うん、そういう位置づけで本当にいいかなって思っていて、はい、まあ、そういう習慣化することでさらに自分が綺麗でいれるなら、うんうん、自分らしい自分でいれるなら、うん、すごくいい時間なのかなって思っていますね、はい、うん、本当にこのそうですね、うんうん、1日の5分を取るか取らないかで、うんうん、なんか自分の心変わりますね。で結構ね、その私の友達も、うん、はい、まあ、なんか興味持ってくれて使い始めた人とかいて、うんうん、みんなまだね、うん、ちっちゃい子を育ててる子が多いんですけれども、うんうん、まあ、最初から、うん、いきなり全てその10個とかを揃えるのは、うんうん、自分に合うかもわからないし、うんうん、まあ、それなりのねコストもかかるし、続けられるか、うん、時間もねかかると続けられるかわからないっていう不安がね、うん、あるので、うん、だいたい最初は、うん、洗顔とクレンジングと化粧水、うんうん、このマストなところからみんな始めるんですよね、うんうん、そうすると、あ、意外とできる、しかも愛子が言ってた通り、うん、この時間を大切にすることで、うん、本当に心が変わる、一日のね気持ちが変わる、で肌も変わってきたってみんな本当になって、でどんどん増やしてますみんなアイテムを。そう、うんうん、でもね、その気持ちはわかる、やっぱり自分もそうでしたからね。そう、私もね、初めは3つから1,2,3 番ですね、うん、はい、今言ったクレンジング、洗顔、化粧水、はい、私もね、うん、この3点から始まったんですよ。私もです。そう、うん、でもやっぱりその毎日使っていく中で、はい、自分の肌の変化を感じることになったことと、うんうん、やっぱりこの自分のお肌をねこうやって触ってあげることによって、うん、なんかどん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 なんかね、なんだろう、自分のお肌が好きになるっていう、今まではあんまりそんな思ったことなかったんですけど、そうですね、なんかそう不思議とね、ね、もっとね、いろんなものを使ってみたいと思って、うん、今は結構本当にそうですね。でもっともっとって、もっともっと、うん、だってこの3つでね、こんなに変わるんだったらね、違うその今自分に必要なものをね、うん、プラスしたらね、どれだけ変わっていくんだろうって思ったんですよ、うん、そう、この成分の素晴らしさと そしてこう自分で手をかけてあげることによる、うんうん、なんかこう変化の素晴らしさですよね、うん、いや本当にそうですね。なんだろう、やっぱ年を重ねるって、うん、まあ、特になんかこうスキンケアを済ませるための行為にしてた時って、うん、やっぱあーなんか嫌だなって、このままね、うんうん、シワとかもきっと出てきちゃったりとか、たるんだりとか、ね、シミとかも出てきちゃう、まあ、レーザーとかやっぱやらないといけないのかなみたいな、どっちかというとこう年を重ねることへのネガティブな気持ちの方が大きかったんですけれども、うんうんうん、この細胞にアプローチをしてくれるこのやっぱピュールボーテに出会ってから、うんうん、まあ、その年を重ねることによるその肌へのなんかマイナス要素っていうのが、うん、心配っていうのがなくなりましたね、うん、なくなりましたね、うん、本当にそう、年を重ねてどん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 なんか年を重ねるのがこう楽しくなるというか、うんうん、そう、私もね、同じで嫌だなと思っていましたけど、はい、今はすごくね、年を重ねることを自分で楽しめてるなって思うんですよ。わかります、うん、そう、なんかもっと、うん、綺麗になるんじゃないかってね、はい、やっぱり年々こう思うっていうかね、はい、それがなんかすごいまたさらにね、
綺麗になる、そうそうそう、秘訣なのかなと思って、うん、一緒にお仕事をさせていただいている、うん、ホルモンバランス、うん、フェムケアブランドのレッドフロックスというブランドがありまして、うん、まあ、それをね作られた代表の方とよく話すんですけれども、うん、まあ、こうなんだろう、こうね、顔のパーツとか、うん、その顔のパーツが可愛いとかっていうのは、うん、まあ、もう20代までだよねって、まあ、30代以降はそれよりもこうその人がねこう持っている雰囲気とか、うん、それこそなこさんのね、そのやっぱビオーラがその人の魅力がちゃんと現れているかっていうことが、まあ、すなわち人相っていうところですよね、うん、そう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 年を重ねるとやっぱそういうのが出てくるから、そうそうそう、ね、顔にその自分が生きてきた、うん、そのあれが全部顔に出てくる、そう、オーラにね、だからなんかその顔のパーツが可愛いとかっていうよりかは、うん、そっちの方が年を重ねるほどに、うん、なんか大切に、それが美しさと なるよねっていう話をよくするんですよね、はい、まさにそう、まさにそうです、うん、からやっぱいかにこうやっぱ自分の魅力を引き出せるか、うん、その年を重ねるごとに自分の美しさをなんて言うんでしょう、増せるかどうかっていうのが、うんうん、それはやっぱりなんだろう、若い時には逆にできないことだと思うんですよね、うんうん、だからその年を重ねるほどに美しくなれたら嬉しくないですか、嬉しい、ね、うん、かその若い時の美しさとはやっぱりまた違うけれども、うん、それとはまた別の、うんうん、年を重ねるからこそ、うん、表現できる美しさっていうのを、うん、やっぱ追求できたら、それを楽しめたら、やっぱ女性としてね、うん、楽しいですよね。いや楽しいですね、うん、人生こうやってね、やっぱりどんどん楽しくなってくるし、はい、うん、まさに本当に、まあ、その自分でやってその写真もねそうだけども、うん、やっぱり本当にいかに自分のこうね内側にあるそのあれを、うん、魅力をね、うんうん、出せるかっていうね、そこで全然本当にこう見え方も変わってくるし、はい、まあ、そこは自分がこうその魅力をねやっぱりまず気づくことが大切だし、うんうん、まずね自分にやっぱりこう自信を持つというか、そうですね、そう、何か一つ自分の強みというか、うん、それがお肌であってもいいし、うん、何でもあってもいいんですけど、そういうのがやっぱりこう魅力となって出てくるのかなというね、はい、それはやっぱなんだろう、オーガニックビューティーだと思うんですよね、うん、そう、その人の本質的な、はい、その人のありのままの姿、それを最大限に魅力として引き出せるかどうかっていうところが一番のポイントだと思うので、うん、それを引き出すためにはやはりこう、うん、自分に集中するっていうことがとっても大切だと思うんですよね。そうなんですよ、うん、やっぱりだから人に他人に目を向けるんじゃ意識を向けるんじゃなくって、はい、まあ、自分に意識を向ける、うん、自分の内側にあるものをにこう集中するっていう、うん、そこができている人は、はい、絶対にやっぱりねこうオーラがね変わってくるし、ね、やっぱりそれは自分のことを分かっているからですよね、うん、はい、そう、うんうんうん、今日はまあそのねそのための習慣の、うん、一つとしてねスキンケアを挙げてますけれども、うんうん、その自分に集中するために自分を内観する自分を理解するために、うん、ということは何でもいいと思っていて、うん、例えば瞑想なんかも最近流行ってますよ ね、流行ってる。あれも私はまだそのやり方がよくわからなくてなかなか取り入れられないんですけど、うんうん、きっと、ね、瞑想なんかもいいでしょうね。あれはもうまさに自分に集中するじゃないですか、うんうんうん、意識をね一点に集中して、はい、あれですよね、無になるですよね、状態するんですよね、はい、この前聞いて、うん、あそっかって思ったのは、うん、なるほどなってすごい腑に落ちたのは、うんうん、なんか無にするってどうやるんだろうっていうのが分からなくて、うん、瞑想ってなかなかこうトライできなかったところなんですよ、うん、でもね、うん、ある人が、うん、その瞑想しようと思って目をつぶった時に何かを思い出しちゃったっていうのがあれば、うんうんうん、それを考えちゃってる自分がその時の自分だって、うん、かそれを受け入れたらいいんだっていうことを言っていて、それはすごいなるほどなってそっか思いました。あ、じゃあ無にしなくても
その自分がこうなんかどうしてもその取り払えないことがもしあるんだったら、それがその時のありのままの自分なんだって。でもだからそれを受け入れることがもう自分らしくいもうっていうことね。その時の自分結局その時の自分を理解するっていうのが多分ね、うん、瞑想の一つの目的だと思うので。そっか、うん、いや私はねいつも私もねやったことあるんですけど、いつも無にしなきゃって思って、うんうん、思えば思うほどいろんなことがこう浮かんできちゃうんですよ、うんうん、だから瞑想ってなかなかできないなと思ってたんだけども、うん、それは別にいいってことなんですね、その時のそれを受け入れればいいってことなんですね。まあ、何かしらの形でやはりこうその時の自分をしっかり理解するっていうひとときを持つこと、習慣を持つっていうことがね、なんか自分が楽しくいるために、うん、自分がいつまでも美しくいるために大事ですよね。大事で私ね、うん、そうそれでねすごくいいと思うのが、うんまあ、そういう心がけをしていると、うんまあ、上手にできる日できない日っていうのはもちろんあるし、うんうん、ね自分がそのなんだろうあの人美しいなって思う人もいっぱいいっぱいいるけれども、うん、でもそうやって自分に集中する意識を心がけていると、うん、周りにそういう人が集まってきて楽しくなるんですよね。わ、うん、かる。それは本当にそう。なんかそうやって自分に集中することでポジティブに毎日を楽しく過ごせるようになると、周りがそういう楽しいポジティブな、そしてキラキラしている、うん、そして誰のことも否定しない、うん、美しい人が集まってくるんですよね。いや本当にそれがまたなんかいいなっていいです ね楽しくなる。いや本当にで勉強になったりして、ね、そうそうまたいい循環に感がね、うん、回って、はい、あの私たちのねこのねあの使ってるねあのビューティーボーテンでね、はい、あのまあエステサロンもあるんですけども、そこにね、はい、オンラインサロンっていうのがありまして、うん、まあ私たちも所属してますけど、そこに集まっている人たちが、はい、まさに本当にそういう感じなんですよね、うん、そうですね。でやっぱり本当にその今の自分のに似た人が集まってくるというか、はい、なんか本当にそうだなって思って、はい、あのやっぱり自分がどうあるかによって、うん、こう環境も変わる、それによって全然また見える世界も変わってくる、はい、ご縁も変わってくる、うん、やっぱり ね全然なんか変わってくるのでね、そういう自分を大切にする自分のねあのことをこうまずは大切にするっていう習慣をね、うん、つけるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思いました、はい、思いましたって思っていますね、うん、今もね、特別なことじゃなくて、うん、本当にねあの何か今の自分にできる何かでいいと思うんですよね、うん、ね本当に、うん、で私これ愛子ちゃんも持ってるけど、はい、ちょっとこのねあのお話とか全然触れなかったこれねあの下地なんですけどね、これ日焼け止めも入って、うん、あの日焼け止めの代わりにもなるんですけど、はい、あの冒頭でね私あの今日特に天気がねやっぱりこう日差しがこう強い時なんかはね、あのお家にいる時もねやっぱり紫外線って浴びてますので、そうですね、そうなんですよ、特に今はもう在宅が増えてきてますから、そうそうそう、ブルーライトも浴びますしね、そう浴びますしね、だから意外と家にいるから大丈夫って思って、まあ、あの本当に塗らない方とかも多いんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりその家にいても、うん、やっぱりこう紫外線対策っていうことはね、はい、やっぱり一つされた方がやっぱりそのお肌もねあのシミとかねやっぱり気になるじゃないですか、はい、あと、うん、後で出てくるものなのでね、紫外線とか浴びたものっていうのが、うん、なのでそういう意味でも、まあ、あのたまたま私たちねあのピューレボで使ってるのあれなんですけど、はい、やっぱりあの日焼け止めを、まあ、塗るっていうことの習慣もね、うん、されるとすごくあのお肌にもいいんじゃないかなと思って、うんまあ、これ本当にねベタベタしないサラッとしてるんですよ、しすごく伸びるので伸びるんですよ、少量これでワンシーズンいけますね、うんはい、そうなんか他のものとか使ったことももちろんあるんですけど、うん、やっぱりちょっとベタつきもあったりとかね、はい、するし、ね、なんかね塗った感が私すごく嫌だったりするんですけど、うん、サラッとして伸びもいいし、まあ、ほんと少量ですごく持つって、だから毎日ねやっぱり気づいた時にこう塗るっていうのにもね、うんうんうん、重ね塗りでも全然あの気にならない、あとこの頬骨のねちょっと高いところね、この辺ちょっとね、あの、うん
あれなのでちょっと多めに塗るとか。そうですね。で、あのすごく私たちがねおすすめしているものの一つでもあるのでね、うん、はい、もし気になった方はちょっとね見てみるのもいいかなと思いますので、はい、うん、インスタとかでもね、うん、このピュールボーテ私たちそれぞれ発信してます し、うん、してますね、うん、はい、でこちらのブランドが、うん、まあ、そのサロンでの専売品になるので、うん、なんかこうネットショップとかでは買えないんですよ ね、まあ、なのでもし、うん、あの気になる方がいたらぜひ、うん、はい、2人のインスタを見ていただいて、はい、はい、なんかメッセージとかでもいただければ、はい、あの購入できるところ、まあ、カウンセリングとかも、はい、おそらくしていただけると思うので、うん、そちらに、そ、ね、はい、その時のそのその方のお肌の状態とかで、うん、あの、はい、必要なものをあの専門のところに、うん、はい、おつなぎさせていただくので、はい、ますので、はい、ぜひ興味があれば見てみてくださいね。はい、はい、そしてですね、あっという間の50分もね、そろそろお時間になります。はい、次回はですね、またパーソナリティがですね、うん、あのキヨエちゃんがお届けしてくれますので、そちらもぜひご視聴ご覧ください。はい、そして私たちもまた来月ね、まあ、オーガニックビューティーライフというテーマで、まあ、ちょっとねどういう話をするか、またそれぞれのね SNS とかで、はい、ご案内というかね、はい、お知らせしたいなと思いますので、ぜひまた次回もですね、ご覧いただければ、ご視聴いただけると嬉しいです、はい、今日も、はい、ありがとうございました。はい、そしてまたね次回もね、愛子ちゃんに来ていただきますので、また楽しみにしていてくださいね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。